ありがとうございました。さて続いては脊爪についての、脊爪についてお知らせがございます。まずはじめに今シーズンの脊爪の VTR をご覧いただきましょう。皆様どうぞスクリーンにご注目くださいませ。どうぞ。競技場内での過剰な咳取り、何気ない咳つぶしはマナー違反です。あなたのその行為により座って試合観戦をしたい人が立ってみなくてはなりません。過剰な咳取り、荷物などでの咳つぶしを見かけたら咳詰め隊までお知らせください。ノーモア咳つぶし、バットを持ったスコーナーだった、まだ間に合います。これから始まる咳詰めタイムでいい咳取りを。拠点に、本拠地を構えまして55年になります。
で、ここを拠点にしまして全国の小学校、中学校、幼稚園、保育園を回らせてもらっています。それからですね、映像の分野では、テレビ CM ですとか、テレビの番組なんかにも、人形を作ったり、まあ、今こうやって使ってますけども、操演といいますか、人形の操作なんかでも参加させていただいております。それから講演会の方たちにいつもお届けしてます開示ですね、あれの12月号の中に、ひとみ座の、クリスマス公演のチラシを今回同封させていただきました。今年はですね、そのような形でもっといろんな公演のご案内を皆様に差し上げたいと思っております。それと同時に咳詰めパフォーマンスでは、その公演に出演する人形たちが出る予定になっておりますので、こちらもぜひお楽しみください。それからまた去年と同様にですね、ファン感謝デー、ブルーサンタ、それからフロンターレ展などのその他の企画にもいろいろ人形劇として参加していきたいと思っております。もちろん、読書啓発に関しましても川崎市内全7区で行うことに予定をしております。今年もよろしくお願いしたいと思います。はい、皆さん顔を出しましょう。じゃあ、今年もひとみ座よろしくお願いします。ありがとうございました。